じゃないよ落ちヤッホー,ーサイン受け取ってサインとメッセージありがとうね受け皆様届いたみたいで良かったですありがとうございますお月ちお月ちお月ちお疲れ様お疲れ様お月ちそう背景がいつもと違いますね すごいい気づいた,かったおつきちゃんすきちああこんばんはこんばんはちょっと見ないで大きくなったね <laughs> 大きくなったよこんばんははたあ,ありがとうすきちゃんすきちこんばんはこんばんはお久しぶりよこんばんはこんばんはすきち そうそう、よく写真で撮ってる背景ですねお月ち、ハンターありがとうお月ち、最後のメッセージはめっちゃ嬉しかったよよかったベタベタで良かったですパチパチパチすごいうん、今日は違ったけど、自主で行ってましたね夕方ぐらいまでレッスン場行って帰ってきましたハンタありがとうスカも見てたけど、さっきじゃんしってことでこっち来ました <laughs> ありがとうございます おつきちおつきちこんばんは皆さまねちょっと久しぶり最近リハがねあの夜まであるのでねできなかったまだ身長みやビームに勝ってるようんまだ勝ってるよさつき身長勝ってますまだ続点映像見ましたお皆さん見ましたかタイプ C タイプ C の特定映像、12期生のなんだっけ初めてのなんか夏休みみたいなやつです。こ <laughs> んばんは、こんばんは。今日もかわいさつきさん、こんばんは、こんばんは。これかもさつ呼びでいい,いいよ。何でもいいよ。あ,ありがとう。先生見た、見ましたかめっちゃ楽しかった、あれ。 いやお疲れ様ですお疲れ様16周年の個性楽しみなありがとうお疲れ様です皆様もねお仕事だった方もいるかなお疲れ様です主婦ですいらっしゃい12期研究生の加藤さつきですこんばんはめっちゃ楽しかった本当に楽しかった是非ね皆様ゲットしてみてくださいすごかったでしょさつきそうあれでだいぶね 12期生のことわかると思いますこんばんはこんばんはさすがはまだね映像自体見れてないんだけどねめっちゃ楽しかったおつきちおつきちはあそうもうリハ腕がねすごいいっぱいあってねお疲れちゃんですこんばんはこんばんは今日もねちょっとだけなんだけどやろうかなと思ってき、ま、やりましたいや。 1>, 1位を月1。こんばんは。こんばんは。さつビームでカジキのお話以来のお話、あの時めっちゃ楽しかったー。よわね。ありがとうございました。そう、カジキけんさん、もうその時ぐらいからできてないかもね。ありがとう。そう、楽しかったな。赤字けんさん、みんなでも食べに行ったしやなと。思う ったデビュー1年ありがとうおめでとうありがとうさつき最初ニワトリ捕まえてたかっこよかった私も勇者だったからあの時是非 <laughs> ね見てみてください皆様魚もニワトリも何でも捕まえるからねさつきお披露目から1周年おめでとうありがとうそう1周年でしたね昨日昨日今日何日今日何日だ ?3 日かじゃあ昨日かそう1周年でしたねな幅 ありがとうございます。ありがとう。ねえ、もうあっという間って感じでした。こんばんは、こんばんは。あっという間だったよ、ほんとに。想像以上に短かった。気づいたらもう一年、みたいな。みんなでも話してたもう一年、みたいな。早くないみたいな。本当に、早かった。怖ーい。 眠吉,眠吉だよ今日サツキ眠吉です寝ちゃいそう、はあ、そう眠吉ですおはちおは吉コアラにニワトリの捕まえ方教えててカオスだったね <laughs> そうだめっちゃ楽しかったサツキホートで野生だったねあの時めっちゃ楽しかったクッってやるやつ皆さんニワトリを捕まえられますか私はできました 魚も全然何でもつかみますみんな想像以上に怖がってて面白かった月はね魚も大丈夫だしニャトルもね最初大丈夫かなと思ったんだけどいけましたね誰も卒業することなく1周年前すギョいすギョいね良かった本当にみんなとね過ごして良かったです自分よくよく考えたら卒年経って卒業ら 一年経ってるのか十五週十五周年公演かあれ初めて見たからねねもう皆さんも一年経ってなくてもね一年近くオーディションから見てくださる方はもう一年以上経ってますね以上あとありがとう十月の可愛いですありがとうこんばんはこんばんは さつきちゃな握手の場所だから声悩んでおります。ああ、来てさつきと一緒に朝活しましょうじゃん。さつきと一緒に朝活しましょう、皆様。ぜひ来てください。さつきと朝活 <laughs> ね。お待ちしてます。こんばんは、こんばんは。みゆちゃん 155cm だったらしいよ。さして測ってないからな。いやー、でもそれぐらいあると思う、絶対。あ,ありがとう。 こんばんは。こないだネズミ捕まえようとしたら噛まれて病院送りされました。<laughs> かわいそう。ネズミはね、さつきはネズミはわかんないな、捕まえられるか。魚とニワトリはいけるってことが分かった。でも虫が無理なの、さつき。ねえ、わ、ね、かんない。1年前は外ほとばちゃんねえ、私もさ、この前のやつ見て、本当にもう12キロみんなが赤ちゃんじゃん、ガチ赤ちゃんじゃんって言ってた。なたありがとう。おきちゃつきちん。おつきち ミヤビーも,もう人前で電話してくれないのそうだよ。いや、電話してくれるけども、ありがとうって言わなくなっちゃった。ありがとうって。さつきちゃん、さかつ。そう。さかつしましょう。さつきちゃん、さつきちゃん、さ理想身長は何センチ ?158 ぐらいがいい。ママは60ぐらいいんじゃないって言うときは、さつきはゃん150代がいいので。それぐらいがいいですかね。そう、あとさつきね、あの。 スマホを変えたんですよだから画質がちょっと良くなった多分わ分かんない皆様から見てどうなのかってけどめっちゃね綺麗になった本当にカメラが綺麗になってびっくり最近みやびむちゃんや同期で取材を受けることが多くなったんでねそう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 皆さんゲいろんなあのゲットしてください そう取材ねめっちゃ楽しい取材好きなのでさつき嬉しいです今めっちゃ大人っぽくなったねっ大人っぽくなりましたね可愛いいありがとうちょっと待って <laughs> どこ行っちゃったハあ,ありがとうおつきちょんおつきちんジョギンいじるまくわりくねお待っております明るく感じるやっぱりちょっと待ってさつきもおさつきも画面明るくしたらなんかいろんなさつきの肌が白くなった ありがとう。おつきちおつきち,ち。どこだどこだどこだあこんばんは。こんばんは。んいつも以上に綺麗だ。ありがとう。ね、めっちゃ綺麗だったでしょスマホ変えたんです。やっぱり良かった。あゆかさんと2じゃないよ。皆さん、聞いていただきましたでしょうか動画もね。ぜひ見てください。めっちゃ楽しかったあゆかさんとの。 スマーーこちらから見たからさつきち焼けたさつきち絶対焼けたよね焼けたのさつきちあ大丈夫これから冬にかけてまた戻ると思うあとね今日はあのいつもみたいにライトをねあれなんですよつけてないので暗いかもしんないそれも絶対あると思いますこんばんはでも絶対焼けたと思うさつきも父。 が必要い,いい感じでと思ってたありがとうスマホティッシュそうだよ変えた iPhoneSE だったのさつきを14になりましたね多分すごい最新とかじゃないけどこんばんはだからかいありがとうこの夏日焼けトップ ああアンケートそうそうそうさつきがよかったたくさん書いておく <laughs> ありがとうこの夏は日焼けしたと思ういやでも小学生の時よりはしてないと思うさツキマージ真っ黒になってた今年プールも海も行ってなくてホン焼ける行事はそれこそあの特典映像の時とかしか本当に焼けないからチリツモって感じだよねビームやって 雑ビ,ームいやビームに怒られるわ何か用事があるからまたねーまたねーありがとうやっぱり焼けたね絶対焼けたニアビームの浴びすぎそうかもしれない焦げた ST <laughs> から14などかなり大きくて重くなったんじゃない大きくなりましためっちゃ大きくなったよだってこれだったらなんかでも本当にね YouTube とか見るの最高 <laughs> 画面大きいから本当にいい吉亀髪のめめっちゃ伸びたちょっと切りたいちょっと待って充電なくなりそう一瞬待って一瞬 そう <laughs> セーフセーフになりましたよかったよかった美白の家系いるよねココハンじゃんココハン白いの本当に今日もあったけど白と思ったよしょこらビィーンズが <laughs> 怒られる。 顔認証になったの顔認証になっけどさ本当に指紋より顔認証がさ反応しなくて困るさすがに指紋ももともとあんまさうまく反応されなかったんだけどさ「おかえりおかえりねスマホ重い」でも本当にバッテリーが本当に持つようになっただって私 1>, 1日に何回も充電してたもんさつきこれから年齢と同じ iPhone1 回気しない <laughs> やばいじゃん1年に1回買えないといけないやばいよさつきちゃんは学園2年生になりそうです年生です充電しなから配信したら熱々になるよそう熱々になっちゃう大丈夫さ iPhone 高いよね新しいの高いよー もう白さだけだったらかきれなじゃないうんかきれなし白いね弱いね面白いみんな白いんだもんなんかねスマホを普通にも使うしあとレッスンの時とかだと結構使うんだよねそれこそ立ち位置確認したりとかしてそうすると結構使っていつも大変でしたね動画見ると楽しくなる の白いびっくりするもう細いし「白」と思ってこっちゃんも白いんだよこっちゃんも白いみんな白いからさつきのこげ具合が目立っちゃうから困ってます本当に白うらやましいそうだなここはんと喋っててここかなと何て言ったんだっけな なんか焼けないんだよね、ごここンガがみたいな。焼けないんだよねみたいな。サツキがメラニンのし生成が鈍いんだねみたいなこと言ったの。<laughs> メラニンの6の生成が鈍いんだねみたいなこ言ったら。何、何、何って言われた。そう。急に何言い出したかと思ったって言われた。みーちゃん、みーちゃんは黒くないと思う。同じぐらい。かき揚げショールームの時もはめっちゃ知らん。知らんよね。健康的でいいじゃん。健康的です、サツキは。 iPhone プラスシリーズ、ね、多分仕事マあったかバッテリーもでもさでっかいんだもん焼き小籠包になってんのそう本当に焦げすぎるとアディションにならないように気をつけます健康できてい,いと思いますありがとうございますお花ありがとうでもさ父の心が一番純白だよ <laughs> ありがとうそうですね純白かもしれない花なんンと食べてね美おいしいよ花なんと食べたラーメンマジでほん 本当にあれであれで気づいたね画質よと思ってむ室さんもこでこでだったんだへえじゃあ白くなれるねさつきもみやびやむ白いよねほんとにつきのこで具合が目立っちゃうからみんなこでてくれこんばんは、ま、こんばんはょうお皐ち,おつきちー。でもさ暑いと日焼け止め塗る気になるんだけどほんと最近涼しいと塗る気がなくなっちゃうんだよね 何ラーメン味噌ラーメンだった気がするはななんと食べたラーメン味噌ラーメンだったと思う味噌ラーメンではななと喋っててさ食べた時に何て言っとったっけなはななんかあんまそう大学生はラーメン行かないって言うのラーメン行かないって言ったらラーメン行かないなみたいなみんな花なの友達がみんなおしゃれだからおしゃれなとこ行くんだよねみたいな はい、そうなんだで,でもラーメンあんま食べないから嬉しいみたいなでうーんみたいなつきが「中学生なんかみんなラーメン行くよ」みたいなみんなめちゃくちゃラーメンしか行かんぐらい行くのよさつきの友達みんな数人4人とかでラーメン食べに行ってみたいなへえみたいなさつきはね大体そうでも私もさ友達とラーメン食べる行くの ないからさてか、うん、そうだな花々ほんとに久しぶりに家族以外とラーメン食べに行った中二と第二で珍しいそうだよに久しぶりね劇場のステージ照明でこげるかもしれない <laughs> そう勢いが大事中学生もラーメンそうラーメン行くんだよね冬つきのブース姿楽しみだよつき冬が来るぜと思いました冬本当好き 可愛い服がいっぱい着れるから楽しみにしていてください皆様握手会トーク会もお待ちしておりますこっちゃん2杯食べた <laughs> でこっちゃんこの前ねさつきのバブルとメール取ってる方は知ってると思うんですけどねココハンさつきちみゆちゃんこっちゃんゆあにゃんでかじけんさんに行ったんですよってもうこっちゃんはご存知の通りそりいいのカードを集めててあと5枚とか言ってたかな あと5枚とかでその時にみんなすごい私は1個1個だけだったのトッピングとりあえずでも1個だけのおなかいっぱいってなってたのにこっちゃんとかチーム E のトッピング5個とか注文しててえっみたいなだってココハンも SSK2 だったかなで3つ頼んでてミユちゃんも結局 S3 つ K2 以降とかそれぐらいやってたんじゃないかみんなすごいと思った中学生の頃なんてもんじゃぐらいしか子供だけで感じもんじゃもんじゃもすごくないさすがもんじゃんの方が行ったことないよマックも行くよラーメン好き美味しいねっああいう話しいるとね, <laughs> ね骨折するからね,ね今のラーメン高いけどでもそマックとかだったらあれだけどねあれなんだよ普通に お昼ご飯食べるっていくともうラーメンって1個だけで完結するそうすがきも多いから、うん、5個食べてたよみんなすごかったエストッピングしたけどめがたいい5個そうおしめのおかさんまだ出てないんだよもうね十何人ゲットしてるけど こ入にていてン子貫こうと思ったけど、サツキチのメールとバブルは回復できなかったよ。よしよしよし、これからもお願いします。<laughs> 回転寿司あんま行かない。そう。メインよりトッピングメイン、そうでした。もう,もうカード、カードがメインで、私がマヤさんを引いたんですよ。したらこっちゃんが、私まだマヤさん出てない。マ、ま、ヤさん。 マさん欲しいって言ってさつきがずっと「優香さんが欲しい優香さんが欲しいさつきは優香さんが欲しいこっちゃんくれ」って言ってたら「無理トレードならいいよ」って言ってた「桜花さんが出たらいいよ」みたいなしたらまやさんまやさん出て「おえやったまやさんだまやさんだ」ってさつきが言ってたら「うんまやさん欲しい」おか「桜花あ違う優 <laughs> かさんゆうかさんあげるから」みたいなでその時優香さんが出たんですよだから交換してもらいました ゲットしましたねさつきは駄菓子屋さん行くようも駄菓子屋さんも好きこっちゃんずっとチームい、e、いのしか食べてないけど多分そうだと思います油そば美味しいよ皆さん食べに行ってくださいでもさつきもさ桜花さんを数回食べに行ったしいろんな人のやつ見てるけど本当に桜花さん出たことがない出てる人もあんま見たことがなくてそう ししました井岡さんさっきはコンビニスーパーで駄菓子屋買えるとそもそも駄菓子屋がないんですよねほんとイオンとかほんとに何だろうおばあちゃんがやってますみたいな駄菓子屋さんがないのはそうですねでもあるところはあるから隙も、まあ、ちょっと遠いけどあるしあたりがとドラモリ出の <laughs> その食べないよでもユ和にゃんがいいの頼んでそうでもに,にんにくの芽が苦手だったんだってにんにくの芽がで好きちにんにくの芽食べないって言ったから入れなって言って佐々木がにんにくの芽2倍で食べた <laughs> 俺はラー油を10周するの <laughs> 私はラー油は1周半 すも一週半だけど唐辛子入れました。今度十六周年コ行ったら朝昼晩カジキんさん食べてくださいねぜひ食べてください。お店の人に好きですって言えば来るぞ <laughs>。そうでもその時の、ね、横にゃんさんがねちょうどお店から出てきてねそうちょっとおしゃべりした横にゃんさんって言ってあとありがとう唐辛子大丈夫さ辛いの好きだから。 大丈夫でしたゲットしたのでね果たしてスるね <laughs> そうかなでもこっちゃんはね果たして桜花さんをね地引きできるのでしょうかって感じだったでみんな「何々さんが何々さんが欲しい何々さんが欲しい」って言ってね他の人がゲットしたらそれありたりしてましたね お7時5五分じゃあ男女を読みしようかなってことはいしょはい13位うーん女の子の赤いスカート女の子の方ありがとうございます12位メロンの方ありがとうございます11位アイス持ってる方ありがとうございます10位リンゴの方ありがとうございます9位くロみちゃんの方ありがとうございます8位前室さんありがとうございます 7位、白い猫ちゃんの方ありがとうございます。6位、モさんありがとうございます。5位、タレパンダさんありがとうございます。4位、うん、パンダの着ぐるみの方ありがとうございます。3位、うん、ロールキーチの方ありがとうございます。2位は、あセーラー服着てる人ありがとうございます。1位、キティちゃんの方ありがとうございます。バチバチバチ,バチ、ありがとうございます。はい、じゃあ、皆様は。 良い良い今日を過ごしてください <laughs>。良い今日を過ごしてください。あ、さつき今日ブログなので見てください。バイバーイ。会いに来てね、告白心拍数。バイバーイ。おつきち。